INTJ、はい、INTJ は今日はこの素晴らしい本あなたの天職がわかる16の性格を元にちょっと紹介させていただくんですけども、はい、INTJ はアイディアマンと、うん、アイデアを発想する人、能力プラス自主性イコール完璧主義者とあって、うん、独創的で洞察力がある創意工夫に富む生まれながらのアイデアマン、完璧主義者、戦略的思考家、うん、できれば独立して働きたい、うん、目標を達成したいという不屈の精神を持つ、うん、良識ある人たちと働きたい、うん、高い水準を維持したい、仕事を公平に評価されたいとありますと、うん、じゃあこの INTJ、うん、INTJ さんの、仕事面での長所としましてはですね、はい、まず長所から、うん、取り組んでいる作業に一心不乱に集中し深く入り込める、はい、物事の可能性や裏の意味を読み取る能力がある。これはこれで疲れそうですよ、うん理論的で複雑な知的難問に挑戦し、うん、その作業を楽しめる、創造的に問題を解決できる、問題を客観的に検討できる、目標達成のためであればたとえ障害や抵抗に直面しても不屈の精神で努力を続けられる、自分の見解に自信を持っており責任を持てる、有能でありたい、優秀でありたいという強い願望がある、一人でうまく作業を進めることができる、自立し自ら方向を決定することができる、高い水準を掲げ強い労働倫理を持って仕事に臨む、うん、システムやモデルを作り上げる能力がある、テクノロジーに強い、論理的かつ分析的に決断を下す能力がある、うん、断固として果敢に組織を まとめる手腕がある、うん、こんな無敵な人いますこれくしくもね、これ今紫あやさんがね、うん、INTJ を自称してるが、はい、褒めすぎ、うん、大きく違う僕もこれ読んでいてね、うん、無敵やないかと。でも至る所でそう言ってますよねまあ楽天家ですからね私はどこも褒められませんでしたから至る所で無敵無敵って言ってる気がするんですよいやだって、うん、頭がいい的なことが書かれ、うんうん、考えることができて、うん、不屈の精神もあると、うん、で相手の裏も読むことができると、うん、弱点言ってください。弱点は別にいろいろありますよね。内向なんでここに出てきてないだけの話じゃないですか。読みましょうか、じゃあ、はい、じゃあ、うん、短所、はい、INTJ さんの仕事に関する短所、うん、創造的な過程が終わると、うん、プロジェクトそのものに関心を失ってしまう、うん、自分に厳しくあるのと同時に、うん、あーなるほどね、他人にも厳しく接し、うん、高い水準を求めがち、うん、頭の回転が速くない、うん、と、うん、自分が見なす人間と一緒に仕事をしているとイライラする、うんうん、またそういう人たちのために、うん、私は仕事をしたくないと思う、うん、慌てていると、うん、ついぶっきらぼうになり社交性に欠ける、うん、上手に気配りし機転を利かせられない、うん、日常業務やルーチンワークに無関心、うん、アイデアにしがみつき、うん、柔軟性に欠ける、うん、改善など必要がないことまでつい改善したくなる、うん、理論的になりすぎる、うん、そのため現実や実際の状況が見えない場合がある、うん、同僚や部下、うん、友人や家族よ、うん、きちんと評価したり褒めたりするのが苦手、うん、一旦決めてしまったことを検討し直すのを嫌がる、うん、仕事を優先するあまり、うん、家庭生活を顧みない嫌いがある、うん、社交上の細々とした気配りをめんどくさいと思う、うん、分かったこれ、はい、下手すると私の全部逆なんですよ、うん、はいはい、ESFP 楽天家だとすると、はい、なるほどね。ESFP だって別に悪くないですよ。いやあいつらはもう何も考えてないバカですよ。そんなことないですよ。私ですか？人を動かしてける人たちじゃないですか。社交でね。社交で
でもそっちの方が強いですよ。あ、そっちの方が強いかどうかわかんないですけど。っていう、うん、まあそうなんですよね。そっちで成功する人も普通にいるので。そうなんですよね。要はこの人たちは、うん、アイデアとか、はい、うん、なんていうんだろう、理論とか、はいはい、うん、そのちゃんと積み上げたものなんですよ、ね。はいはい、そのなんか人脈とか、うん、なんかそういうなんていうんだろう、うん、権力とか、はいはい、そういうなんか目に見えない、うん、もわっとしたものじゃないんですよね。うんうんうん、それは旧態以前のものはぶち壊したくなりますよね。うんうん、でも、まあ、そういう権力とかの強かったりするわけじゃないですか。でもそれは腹立つよね。うん、それは腹立ちますよね。でもそう、権力をうまくやる人たちもいるわけですよ。はい。うまく権力使う人たちもいるわけですよ。でも逆に、うん、今の日本ってこのぬるっとした形って、はい、そいつらがダメにしてるじゃないですか。でも自分はいいわけじゃないですか。それがなんで政治家が金儲けるかねとか思いません？それは政治家の立場になったらやるかもしれないですよ。はい、これをねちょっとね、はい、なんとかせねえいかんのですよ、はい、あ、僕はもう今がぜん INTJ の味方ですよ。はい、もうぜひ自投票を雇ってください、うん、っていう、ま、でもそこをしようとすると、はい、INTJ じゃない気がするんですよね。そういうのめんどくさがるわけじゃないですか。めんだから逆に二等兵の方がそこに向かっていく気はするんです。じゃあそれをどう壊すっていう話じゃないですか。どう壊すのも実際めんどくさがる人たちですよ。もういやそんなのは関わりたくない。アイデアアイデアを出してもらって二等兵が動くみたいな。よし、ルーティンやろう。はい、そうしよう、はい、なのでまああのカーシー博士では、うん、多分 INTJ とベストパートナーは多分 ESFP ですよ。イエス、真逆の、真逆の持ってないものを、はい、持ってないものを補い合って、うん、はい、ではこの INTJ さんの一番初めに出てくるこの向いている仕事は、うん、ビジネス金融とあります、はい、INTJ 型がビジネスや金融の分野に向いているのは物事を分析する能力を発揮できるからだ。そしてまた INTJ 型は知的な挑戦にやりがいを感じるため最新の知識が必要とされるハイテク関連や製薬関連の仕事も向いている。またまあ投資とか為替の分野においても長期的な計画を立てる能力、うん、物事を見通す能力がを発揮することができますと。というところで経営コンサルタントとか、うん、経済学者とかファイナンシャルアドバイザーとか、うん、銀行員とか経理財務部門とか不動産みたいなことが書いてあります、うん、なんだかんだで、ね、なんか結局土地持ってる人が強そうみたいなのってありません？土地転がしてる人が、はい、まあお金の問題ですよね。で土地持ってるっていうか元々の資産家はそれを回してお金を持ってるって話じゃないですか。なんかねもうそうするともう、うん、私らは勝てないかねって思いません？そこに勝つ、それはもう数しかないですよね。そう、結局承認欲求ですよね。承認欲求というか欲求じゃなくて今だと評価、まあうん、あ評価というか数ですよ。数を力、それはインフルエンスってことですよね。もうあるし、これはもう厳しい戦いですよね本当に。この現代社会本当自分大好きだけど生きづらい。この別に自分がトップにならなくてもいいわけですよ。しまった、今 INTJ の話だった。そう申し訳ございません、はい、INTJ さんでしたね。 INTJ の、ではすいませんでした、はい、テクノロジーとあります、うん、INTJ 型は理論的な、ごめんなさい、論理的なシステムが好きなのでテクノロジー分野で才能を発揮できる、うん、急速に発展するハイテク機器を扱うチャンスがあるので持ち前の創造性を発揮し革新的なシステムを作り上げることができるとあって研究者とか電子電気関係の技術者、コンピュータプログラマー、エンジニア、情報サービスの開発者、システムアドミニストレーターとか、まあウェブの管理者とかソフトウェアのエンジニアみたいなことが書いてあります、はい、そういうシステム的なところから、うーんなかなか日本は帰りづらいじゃないですか。結局そっか、うん、だからそういうのがアップルもフェイスブックも、うん、
GAFA って国変えてますかね。アメリカっていう国を変えてる、まあ、変えてはいますよ。あ、そっか、まあ、あれ SNS で倒れる国もありますもんね、うんうん、そっか。だともう INTJ さんぜひ作ってって感じですね、そういうのを、うん、でもまあ そこじゃない気はしますもんね。 INTJ さん興味があるのがプログラマーとかじゃないですか、システムを作る。はい、あの、うん、ごめんなさいね、アップルで言うと、はい、ジョブズとウォズニアックがいたわけじゃないですか、はい、INTJ はウォズニアック、うん、あれは INTP？ まあ、P か J かわかんないですけど、はい、ジョブズはもっと表に出そうですもんね。 あいつは次の方かもしれないですね、はい、なるほど、はい、でもウォズニアックも大事、うん、はい、で次にあのすいませんね、うん、ビジネス、金融、テクノロジーときて次に出るのが教育、うん、INTJ 型は高校生以上の年齢の生徒を教えるのを好むと、うん、わちゃわちゃしたのは嫌いなんでしょうね。まあそうですね、多分論理的なことを教えたいんじゃないですか、より高度なことは。なるほど、広い視野で複雑な理論を教えることができると。物事を改善できるのでカリキュラムを練ったり授業の内容を検討したりするのも得意だと、うん、あって、教師、うん、特に大学教師、うん、またはコンピューター科学数学の分野だと、うん、とか数学者、人類学者、うん、あとはキュレーター、学芸員とありますね、うんうん、あと出てくるのが健康医療とあって、うん、医療技術分野には高度で複雑なシステムがあるため、うん、そこで成功を収めると INTJ 型は大きなやりがいを感じると、はい、で精神科医とか心理学者とか、うん、神経学者とかそういう外科医とか、はい、臨床工学技師みたいなのが書いてあります、うんうん、あとは専門職とあって、うん、知的専門職の分野は INTJ 型にとって大きな魅力にあふれていると、はい、自分一人で調査を行い計画を練る作業を行える機会が多いから、戦略を練ったりシステムを開発したり、長期計画を立てたりする作業では将来見通す力も活用できるし、論理的順を追って目標を達成する能力も発揮できると、うん、INTJ 型のマネージャーは比較的小さな組織で、少数の従業員に囲まれていたいし、その人たちが自分に似ているとなおいいとあって、うん、ここで書いてあるのが、専門職なので、うん、弁護士とか弁理士とかパイロットってのもありますね、建築士とか、裁判官とか、ライターみたいなことも書いてあります、うん、要は一人でギュッてやるっていう仕事ですかね、うん、であとはクリエイティブとあって、まあ、独創的な仕事ができるため、うん、INTJ にとっては魅力的、ライター画家、直感を活用した新たな表現法を想像できると、うん、発明家は新たなシステムや装置を考案し現在の生活を改良したり問題を解決したりすることができる、うん、とあって、ライター画家、彫刻家、発明家、グラフィックデザイナー、うん、ユニバーサルデザインの設計者、編集者、うん、アートディレクター、コラムニスト、批評家、コメンテーターみたいなことが書いてあって、うん、伊藤聖光さんかと思いました。はい、はい、INTJ さんもしかしたらちょっと病む傾向があるかもしれない、うん、ギューってなりすぎて、うん、そこはあの上手に、うん、上手にねやりましょうね、はい、伊藤聖光さんが結構大変そうなので。まあ、そこに結びつけた感じはありますけどね。あのノーライフキングとかね、素晴らしい小説も書いてるんですけども、はい、うん、やっぱりなんかこの見通す力があるゆえか、うんうん、なんか苦しくなっちゃうんですかね。苦しくなるのは苦しくなる性格だからだと思います、ね、そもそも俺も苦しいんだった。楽天家なのに、はい、申し訳ございません、はい。